4月の中頃もう下旬に入ってきたのかな。公園も青葉が滴ってる。いやこれすごい綺麗ですね。いや仙台に行きたくなりますよ。まあちょっとねそれが言いたかったんでちょっとこの緑を映してたんですけど、本当は全然それとは関係なく、この間いた、夕張市が運営している石炭博物館の模擬坑道という、まあ、非常に貴重なですね石炭の昔の坑道を保存していたところが、まあ、残念なことに何らかの原因によって燃えてしまいまして、火がついて、まあ、現在もおそらくはその鎮火の活動のまだ途中と思われます。なんたってその中には石炭がいっぱい埋まってますので、ね、そこに火がつくということはもう燃料 そのタンクに直接火がついたのと同じということでして、もう大変燃えに燃えてですね、中がどのようなことになっているやら、ついこの間、私が調べた限り7億円かけたらしいんですけれど、夕張市の、ね、財政再建団体といったの日本で唯一、財政破綻をした自治体ということで言われているんですが、そういう中で、まあ、今お金を返しつつ、まあ、しかし積極的な政策も打たなければいけないので、夕張市の誇るべき、かつての大炭鉱の後をですね、全国的にも貴重な、博物館として模擬坑道もまた整備をしたわけですね。でそれに、なけなしの7億円を費やして、やったんですけど、それが2年前ですが、なんと不幸にも火事で燃えてしまったというわけです。で、その燃えてしまった、模擬炭鉱模擬坑道をですね、復活させようということで、夕張市側もこう、まあ、声明を出してくれまして、今度夕張市でふるさと納税、ふるさと納税を、してくれて、その使い道を、炭鉱の施設の維持管理とか、復活とかそういったものに、指定してくれれば、そしたら夕張市からもそういうふうに使わせていただきますよというふうな、ね、メッセージが出てました。なので私もしました。夕張市に10万円を寄付しました。一応証拠も見せた方がいいかなと思うんでね、これしましたしましたとか言ってたらね、お前本当にしてんのかみたいな、こうなんか文句言われそうな気もするから、ちょっと表示しておきますけど、準備しておけばよかったな、ごめんなさい。ね、スクリーンショット撮ったと思うんですけどね、あ、スクリーンショットじゃない、ごめんなさいね、またしてね、今すぐ出しますけど、画面をね、パソコンで撮りましたんで、これでいいかなと思います。一応申し込み番号だけ隠しとくか。まあ、なんとなくわかりますかね。いいや、申し込み番号別に写したって大丈夫だろう。これね。というわけです。お支払い合計は、10万円、まあ、こういうのを払ったわけですよ、夕張市に。で、これはふるさと納税という仕組みを使って、夕張市に寄付をしたわけでして、まあ、夕張市はつまり10万円もらいます。で、これについては返礼品というのはもらうこともできまして、やろうと思えば、まあ、例えば夕張市の名産といえば夕張メロンですから、そのメロンをもらうことだってできます。これね、不思議なんですけど、寄付をすると、まあ、そのお礼で物がもらえるっていう制度なんですね。ふるさと納税というのはこれが広く、行われております。もう日本中のいろんな自治体でふるさと納税というのを受け付けていて、特に北海道に行くと観光地とかにね、ふるさと納税の案内というのが置いてある。これはふるさと納税というのは、つまり寄付してくれということなんですが、ただ寄付をされるだけではなく、寄付をする側にもかなり大きなメリットがあるどころか、むしろ一番利益を受けるのは、寄付をされる側かもしれないんですね。する側かもしれないんですね。というか、まあそうでしょう。で、まあ、ちょっと今回は夕張市のその宣伝をしつつ、ふるさと納税についての話もしようかなと思ってるんですけれど、まあ、私は個人的にはふるさと納税には大反対なんですよ。それはうちの家族の教育の影響もあるんだと思うんですけれど、もう本当に断固として反対しておりまして、ふるさと納税なんかもう絶対死んでもしないぞと思ってるんですが、まあ、しかし今回しました。まあ、それは結局のところ別にふるさと納税というか寄付をするだけだったらただの寄付なんでいいんですけれど、その後が問題なんですね。各自治体にですね、所得税とかそれから住民税というものを、まあ、納めるわけですけれど、その納める税金が、まあ、例えば、100万円例えば納めるとするじゃないですか。で、100万円の、納税をするという時に、そこから、まあ、2割が上限なんで、まあ、20万円が100万円を納める場合だったらね、2割が上限なんですけど、20万円までは、ふるさと納税として寄付をしたお金をそこに充てることができるんです。だから例えば今回私は夕張市に10万円の寄付をしました。で、私は、自分の住んでいる自治体に、20万円の納税をしますって言ったらば、夕張市に10万円寄付してて、その10万円が、まあ、ほぼそのまま、実は2000円だけなんで、2000円だけは自分 の懐からちゃんと出費することになってますんで、正確には、9万8000円なんですけれど、まあ、9万8000円を私はやろうと思えば、税金を今現在ですね、減らすことができるんですね、私の個人の支出から。
っていう仕組みなんですよ。で、ちなみにふるさと納税っていうのは法人もあるはずで、法人版ふるさと納税っていうのも確かあったので、それもまた法人住民税っていうのがありますから、私の個人の支出だけじゃなくて会社の方もね、それで、減らすことができます。そして、さっき言ったように返礼品というものがもらえるわけです。例えばその夕張市のメロンを、お礼にもらえるという場合、例えば10万円寄付したらいくらもらえるのか分かんないですけど、多分、メロンが5個とかね、そんぐらいもらえるんじゃないですか。もしかしたら10個ぐらいもらえるかもしれない。でも、その部分はね、つまり自治体に払う、10万円寄付したって言っても自治体に払う税金が9万8000円、事実上10万円なんで、ここからは2000円のことは考えず10万円の話を進めますけれど、自分の、今住んでいる、地元に対して、納める税金はその分減るわけです。別にいいじゃないかと思うかもしれませんが、自分の地元に対して税金を納めないというのは、つまり自分の地元がですね、その分、10万円分お金が減るということです。うちは一応私の住民票はですね、東京23区内に置いてありますので、23区内っていうのは本当にもうそのまんま減るんですよ。なんで私が夕張市に10万円寄付しましたって言って、それで地元から、その分、10万円分の、免税を受けるということになると、つまり事実上私が寄付してるんじゃなくて、私の住んでいる自治体から、夕張市に対して私が強制的に寄付しろって言ってるんですね。で、私はそれから夕張メロンをもらうっていう、ふるさと納税ってこういうめちゃくちゃな仕組みなわけですよ。で、本当であれば、もともとの趣旨としては、自分が生まれ育った自治体、お世話になった自治体の方にも、自分が社会で活躍して稼いだお金を、回したいという制度を、そういう気持ちを尊重して、そういうことができるようにしようというふうにして始めたんですけれど、それをですね、自治体側の、それしょうがないんですけどね、お金がないんだから、増収の策として、考えるようになり、とにかく返礼品、豪華な返礼品をたくさんつけて、寄付をしてくれたならば、それに対して、こちらからお礼を差し上げますよということを始めました。で、場所によってはもう高級牛肉みたいなのをこう出したりしてですね、それをこう送るわけですね。で、そうすると、もともとはその自分の思い入れのある自治体というか、この自治体にお金をあげたい、自分の、生まれ育った自治体にお金をあげたいということで、そういう、こう寄付をする人を募るはずだったその制度がですね、もはや結局、自分の自治体じゃないどこか別の自治体に、お金をこう送るということに、それを選択するだけで、手軽に豪華な返礼品をもらうことができる制度となってしまいました。だから一応皆さんに言っときますが、もし、ふるさと納税というか、もうお金払ってる、税金とか、しっかり払ってるような、所得税住民税を納めてる方だったら、端的に言ってふるさと納税はしないとね、損ですよ。もうだって結局、2000円、たった2000円を、寄付するだけで、もう大量の豪華なね、食事とか、名物とか、そういうのは地元から自治体からもらえますから、これはやらないと損です。だから経済的にはやった方がいいし、私はやってる人を責めるつもりは全くないんです。そういう制度があるんだから。ただこの制度が作られているということは本当にね、おかしいと思いますね。で、おそらくうちの自治体からも、じゃんじゃんふるさと納税をしてる人がいると思われるんですが、自治体としては困ってるでしょうね。で、逆に東京23区なんていうのは返礼品とかそういうのは用意したりしませんので、結局のところ全然別に23区の方にはね、こっちの私の住んでいる自治体にふるさと納税する人なんてのは、まずいないわけですよ。だから結局ただ税金がどんどん減ってるだけで、まだそれが自分 の, 地元とか思い入れのある自治体に、自分の住んでいる自治体よりもお金を送りたいっていうんだったらいいですけど、そうじゃなくてただ豪華な返礼品につられてそこにこうお金をこう横流ししてるだけですから、もう迷惑にしかならないわけですよね。で、なんでそんなことやるのかなって思うんですが、しかし自治体としても、つまり自治体っていうのは返礼品とかを設定して、豪華な返礼品で寄付金を集めようとしている自治体としても、もうどうしようもなくね、人が減っていて、大体そういうところってそうなんですね。お金もないし、高齢化が進んで、そういうところにばっかりお金はかかるし、だから、なんとかしてこう税収を増やさなきゃいかんということで、一生懸命やってんだ。それはね、それ分かるんですよ。分かるんですけど、そのふるさと納税っていう制度自体はもうちょっとやっぱ見直した方がいいんじゃないかなっていうか、普通に寄付金控除で十分なんじゃないかなって思うんですよ。なんで私は今回夕張市に対して確かに10万円寄付して、かつ自分の税金を、さっき言ったように9万8000円減らすことはできるんですが、その申請はしないことにします。これは単純な私の心から
からの寄付なのであって、なふるさと納税とか言ってね、あの全然ふるさとでもなんでもないようなところに、ただ返礼品に釣られて、こうちょっと自分の自治体からあの無理やり金を出させて、自分はあのこう美味しい、グルメパクパクみたいな、そういうね、あのちょっと、バカにしてるようなあの制度を、利用してるのとは同じにはなりたくないんですが、ただ、まあ、ふるさと納税ってのはあの私はあの返礼品もいらないと言って選択したし、それからあの、まあ、それ申請もしなければ、要するに単純な寄付なんで、その領収書はもらえます。であの領収書もらうとあの寄付金控除といって、ふるさと納税とは別に単純にあの寄付をしたことに対して、その分の、まあ、ふるさと納税ほどの、ものすごいあの金額があの減るわけではないんですけれど、まあ、あの一定額をね、2割ぐらい、寄付した額の2割ぐらいはあの税金が控除されますんで、まあ、それはやってもいいかなと思います。それはあのまあ別に、ね、単純な自分の善意であの寄付したお金からこう返すっていう制度は、それはもう昔から広く日本中でね受け入れられていることですから。で、一応総務省だったかな、ところでもですね、まあ、名指しはあんまりしてないらしいんですけれど、ふるさと納税についてはかなりこれはちょっと問題視しているということを毎年毎年言ってるようで、返礼品が3割を超えているところについては、もうそれは不適切であると。もう結局ね、だってそもそも趣旨は反してますよ。だってもともとは、まあ、例えば、北海道森町、いかめしで有名な森は確か、まあ、今もそうなのか分かんないですけど、今日ね授業でもやったんですけど、確か資料に書いてあって、何年か前に返礼品の額が3割をオーバーして不適切な返礼品をしているというふうに指定されたところだったそうなんですけれど、まあ、つまり、森町に対しての寄付をしたいっていうふうな、考えではなくて、もう単純にそのイカとかが多分もらえるんでしょうけどね、イカが欲しいんで、3000円もこう返ってくるとですね、まあ、本当ごめんなさい、森に、寄付をしたい人に対して寄付をできるようにするのが本来の、ふるさと納税の制度、まあ、もしくは寄付というか森に税金を払いたいという人が払えるようにするのが制度なのに、まあ、森町は結局本来であればね、その払いたい人とされる人から、お金をもらい、それを自分の、森町の、行政に役立てるというのが本来なのに、そうじゃなくて結局、まあ、その返礼品にまたお金使ってるわけじゃないですか。で、返礼品っていうのは直接森町の役に立つものではないので、なんていうかこう町がね、こうただ物を売ってるだけみたいな感じになってるんですよね。それもまたなんかそれもこう制度の趣旨と違うなというのと、まあ、それからふるさと納税っていうと寄付とかね、ふるさととかなんかこう良さそうな言葉が使われてるんですが、まあ、あんなのは別にただ、自分の自治体から、自分の住んでいる地元から、地方に対して金を流させるというだけの、そういう仕組みなのであって、別にそんなにそれでね、返礼品目的で全然縁もゆかりもないようなところに送ってる人たちっていうのは、別にそういう寄付の精神があるわけでもなければ、なんかふるさとを大事にしようとかね、地方創生に寄与しようとか、そういう考えを持ってやってるわけでもないんですよね。で、別にそれは考えを持たなくていいと思うんです。別にだってそういう風な制度があるんだから、それは使うべきだと思うんですけど、でもやっぱりそういう風に返礼品ふるさととか寄付とかいう言葉をそこで使うのはちょっと不適切かなと思います。あんなのはね、寄付じゃないですから、寄付 の全然なんか寄付なんかしてないのに、こうね、お礼の品がこうたくさん来たりとか、ありがとうございますみたいなこうメールが来たりとかね、こういっぱい、まあ、なんかさっきやったからね、分かる、まあ、来るんですけど、全然感謝されることなんか全くしてないし、むしろ自分の自治体からはもうこんな風にねされるような、地元の他のね、ふるさと納税をしていない人たちの分の、公的サービスがその分こう減らされてるわけですから、そしたらばもうすごい後ろ指を刺されて村八分にされるような、まあそこまでは言いませんけど、まあ、そういう行為をやっているのに、それをこう寄付とかね、そういう風なことを言うのはちょっと違うんじゃないかなって気がします。まあ、もう一回言いますけど、別に自分の本当に大事にしたいふるさとがあって、そのふるさととか自分のゆかりを感じている自治体に対して自分の税金を地元ではなくそっちにも納めさせていただきたいというふうなのが本来の制度であって、まあ、それをやりたいと思ってそうしている人は別にいいと思うんです。で、まあ、そうじゃなくて、そういう意図はないんだけど、返礼品が豪華だし、ただで2000円だけ、ね、出費すれば、自治体からいろいろ豪華な肉の詰め合わせとかお魚お寿司とかなんかそういうのもらえるからやろうって人もいいと思うんですけど、そういうふうな返礼品を設定する自治体が、まあ、良くないというか、でも返礼品を設定する自治体もそれはそれで、やっぱどうしてもお金がなくて絶望的な状況だから、それに頼らざるを得ないわけですよね。だからもうちょっとやっぱこう最終的にはふるさと納税という設備をもっとこううまく整える、設備じゃ制度をよく整えるべきだなと本当に心から思いますね。まあでもともかく、今回
さっきも言いましたが、そのふるさと納税のページから、返礼品はいりません、まあ、別に欲しいって言ってもいいんですけど、あの寄付の目的ってのは別に夕張メロンもらうことが寄付の目的なわけではなくて、クラウドファンディングもそうですけどね、その寄付をしたお金が適切にそこで役に立てられるからこそ、それを目的とするからこそ寄付をするのでありますから、別にあの役に立つことが一番の利益なのであって、別にメロンなんかもらってもしょうがないと。しかもあんま別に私メロン好きじゃないし、だからあの別にメロンはもらっても意味がないから私はいらないと言いましたし、あの別に、うちの地元の自治体に対してあの税金、ね、支払いが減るのも私はいいことだと思いませんので、それもまた自分の自治体にはあのお金は、まあ、ちゃんと別にあのふるさと納税の、控除とかは適用せずに普通に支払おうと思いますが、しかしつまりそういうあの通常の寄付もできるということですね、心からの、寄付の心を持っている人もふるさと納税のページを開けば、本当にその自分が貢献したいと思うところに、自分の懐から単純に簡単にクレジットカードで私は払いましたけれど、寄付をするということができるようになっていますので、それは単純に便利なことかなと思います。そうじゃなかったらね、夕張市に電話して、もしもしあの私寄付をさせていただきたいんですけども、どのように出せばよろしいでしょうか、あではこちらの口座にお振り込みください、うぬ、めんどくさいですよね、そういうことをやらなくて済む、ネットで簡単にできるっていうのはいいメリットです。まあこんな感じでした。ちなみになぜあのこういうことをあの私が、ここでねこう喋ってるのが、あのこう考えるに至ったのかというと、あのうちの家族からの最初言いましたけど、あの教育みたいなもんで、まあ、税金の大切さっていうのは小さい時からあの親からですね、ずっと言われていたんですけれど、まあやっぱあの確かに自分が実際払う方になってみると、まあ、よくわかるなというか、あのいろんなところに税金が使われてるなというのは、まあ、納得するところではありますので、まあ、そこら辺はあのちゃんとね、あのこうなんていうの、所得の再分配じゃないですけど、おかげさまでうまくいってるんですから、その点は、やっぱ、その貢献させてもらおうかなというふうなこう意欲が、まあ、多分人よりはあるんじゃないかなと思いますんでね、あんまり私税金払うことに対しては抵抗はないですね、まあ、つってもそれは安い方がいいですし、あの適切に使ってほしいと思うんだけど、多分なんか普通の人よりはね、あの税金払うことに対してはあの抵抗はないんじゃないのかなと思います、うん、まあそんな感じです、まあ、ちなみにうちの会社の決算も、皆さんご存知のようにあの4月決算としているわけですけれど、まああの別に節税とかもそんなに、うん、いやまあ必要であればねあのしますよ、っていうかあのまあなんだろうな、節税はしないとか言っておきながら、あの税金払うことに抵抗はないとか言っておきながら、あの普通にあの節税みたいなのをあの必要に応じてしてるんですけど、まあ、それはなんでかっていうと、あの払う税金があの安く、なればですね、まあ、その分また来年度とかあの投資に充てることができますね。でそれで投資に充てた方があの増やせるので、増える見込みがあるから、今払うよりもあの将来にそれを残しておいて、それで将来増えたものを後で寄付とか税金として払うとかした方がいいだろうという、それは私 あの独自の考えであのやってるわけで、まあ国もそういうふうに考えているからこそ、あの節税とかができるような、仕組みの制度になっているわけですよね。だから別にそれは、まあ、いいかなと思います。あので今回も、まあ、10万円程度しか寄付できませんけれども、まあね、あのお前100万寄付すればいいじゃないかってあのいう意見も来るとは思うんですが、100万円も持ってるのになぜお前100万円を寄付しないんだって思われる方に申し訳ないですが、あの、ね、寄付というのはあの自分のやっぱ懐が全く痛まないというかね、あの、まあ、自分 あの身を削ってまで寄付すると、あの将来あのもっと大きい寄付ができなくなりますから、あの全くこの金ならなくなってもいいかなっていうぐらいの金額しか寄付をしないことです。で残りの分は自分に投資して将来増やしてまた寄付できたらいいですね。こんな感じです。私はふるさと納税はしませんが、される方は便利な制度だと思うんで、制度があの改革される前に、今のうちにやっておくといいかもしれませんね。まあ、ただあのその分ご自分の、自治体のお住まいの、税収が減りますんで、その分、まあ、あのそんなにパッと見てわからないと思いますが、公共サービスが減っているということだけは理解しておいてもいいと思います。じゃあどうもありがとうございました。